はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。野良犬でございます。横浜戦残念ながら、2対1で、負けてしまいました。今季3敗目ですね。久しぶりに敗戦でした。僕もちょっと現地に行って見てたんですけれども、まあ、すごく悔しかったです。はい。で、まあ、今回解説はすみません、ちょっとかなりざっくりとしてます。徳島は苦手としている、3パックのシステムについての噛み合わせの解説をメインでさせていただいてます。そして、雑貨の方では、まあ、現地にて感じたこととか、いろいろとまたダラダラ喋ってますので、最後までご覧いただければすごく、嬉しいです。現地でお声掛けしていただいた皆様ありがとうございました。ではどうぞ。はい、それでは5月15日に行われた横浜 FC と徳島ヴォルティスの試合を振り返っていこうと思います。この試合僕もあの現地の方に行かせていただいて、試合観戦してました。ちょっとあのスタジアムで感じたこととかはまた後で雑感で喋るとして、まあ、今回はですね、そのちょっとざっくりはしてるんですけれども、どうしてもその3バックの相手に対して徳島がちょっといい結果がついてこない、まあ勝ったとしても苦戦している、引き分けが多いっていうところも含めて、フォーメーション、相手の立ち位置によって徳島がなぜ苦手にしているのか、でフォーメーションの組み合わせっていうところを簡単に、解説していきたいと思います。はい。ではまずスタメンなんですけれども、スタメン、徳島はいつも通りの 4-1-2-3 で、この試合は坪井選手が、右のウイングの位置に入りました。そして前節と引き続き、藤田誠也選手が右サイドバック、そしてセンターバックのコンビが、内田選手と阿部選手っていう形でした。はい。で、杉森選手がウイング、左のウイングでしたね。でこういう形で徳島立ってました。対して、横浜 FC さんは、3-4-2-1 の形です。まあ、先ほども話しましたけど、徳島はどうしてもこのフォーメーション、この立ち位置の相手すごい苦手としてるなっていう印象です。ちょっとそのあたりを今回は、解説するんですけれども、ちょっと 3-4-2-1 について、お話しさせてもらうと、まあ、3-4-3 ですね、3-4-3 っていう形にお話しさせてもらうと、すごくいいフォーメーションだと僕個人的には思ってます。僕も、育成年代の試合とかで 3-4-3 を使って試合をすることもあります。攻守においてすごくバランスが良くてですね、3-4-3 っていうのはスライド、横のスライドっていうのをほとんどしなくていいっていう利点が一つあったりとか、まあ、ちょっと細かく言うといろいろあるんですけれども、まあ、すごくいいフォーメーションです。まあ、これに対して徳島ヴォルティスはすごく苦手としているというところですね。じゃあ、フォーメーションによってどう違うのかっていうところを簡単に、解説していこうと思います。ちょっといろんなフォーメーションと合わせて組み合わせて、徳島のビルドアップも含めて簡単に、解説します。はい。徳島は、4-1-2-3 の形で戦うことが今シーズン非常に多くなってます。まあ、これがベースで今戦術というか、まあ、組み立てを行っているので、まあ、これも今後続いていくだろうと思います。そんな中でですね、やはり苦手する、相手の立ち位置っていうのがあります。まあ、徳島ボール持ってる時にはこういう形で立つことが多いです。あまり、大きく人を動かさずにポジションをチェンジとかすることはなく、1-2-3、まあ、両サイドバック上げてっていうことはあるんですけど、こういう立ち位置を取ってボールを保持することが多いです。まあ、ビルドアップを行って前線にボールを送るっていうことをすることが多いです。はい。で、ここ今センターバックと、ピボーテ桜井選手の位置に、三角形引いてます。この三角形が非常に重要になってまして、この三角形で、青の三角形ですね、この三角形でいかにボールを保持できるか、そして桜井選手が前向きでボールを持てるか、もしくは、前回お話ししましたけれども、桜井選手が作ったスペースにセンターバックが持ち運ぶっていうところから、まあ、攻撃のスタートになることが多いです。はい。これに例えば、今赤で示した相手ですね、4-4-2だった場合を単純に当てはめると、はい、
こういう形になります。うん。これだと桜井選手のところって比較的開くんですね。っていうのが、相手は、まあ、2センターバックで真ん中見て、サイドバックがウイングを見て、で、ピボーテの位置を、あ、ピボーテなんですね、インテリオールの位置を相手のボランチ2枚で見る。ね、こういう感じで見られてて、ここが、3対2。で、ゴールキーパーのホセ選手までいると4対2でボールが保持できてて、ボールが持ち運べるっていう形になります。なので、比較的、4-4-2 の守備をするところっていうのはそんなに苦手としていません。なので、これだともう簡単に桜井選手に入って、前にスペースが空いてるので、ここですね。前にスペース空いてるので、前向きで、ここから攻撃が始まるっていうことが多いです。はい。これが 4-4-2 の相手の場合ですね。で、次に、じゃあ、4-4-1-1 ですね。もしくは、4-2-3-1 も同じような形になります。を当てはめると、こうなります。トップ下の選手が、ピボーテ、桜井選手を見るっていう風になるので、比較的、内田選手の前、阿部選手の前、まあ、センターバックの前のスペースっていうのが空く傾向があるので、その際は、内田選手がボールをこう持ち運ぶ、スペースが空いてるので持ち運ぶっていうことができます。比較的こういう風に前が空いてるので、こういう風に持ち運んで、ここから攻撃スタートっていうことも多くあります。これが、4バックにおける4-4-1-1、4-2-3-1、4-4-2 の場合の徳島のボールの運び方ですね。桜井選手が相手のトップの選手を1人引きつけることができれば、センターバック2人に対して1枚なので前のスペースが空く。センターバック2枚に対して相手のトップが2枚つくような形になれば、桜井選手は空くので前を向いてターンできる。で、相手のボランチ出てくればまたインテリオルがフリーになるって、まあ、前回お話ししたことの感じたことと同じような形になります。はい。なので相手は4バックで2ボランチっていう形に関しては、徳島はそんなに苦労することなくボールを運べるようになってます。で、問題が今回の横浜 FC さんとかの3バックの時ですね。3バックの時にちょっと問題が発生してます。まあ、この試合でも、今回の横浜 FC さんとの試合でもよくその現象見られました。ちょっと3バックに当てはめてみましょう。はい。今節の相手でもあった 3-4-2-1。の3バックの形の時ですね。ちょっと当てはめてみると、はい。この場合、3-4-2-1 のまま、当てはめてますので、まあ三角形、青の中に1人フォワードが入ってて、ここを強く見られる感じですね。こんな感じですね。こんな感じで強く見られてる感じなんですけど、ただ、内田選手の前とかには、阿部選手の前、センターバックの前にスペースが空いているので、でドリブルで持ち運んで攻撃がスタートっていう風になります。これは、センターバック2枚に対して1枚のフォワードがついた場合です。ただ、今節も見られましたけど、こういう形ではなかったですね。今節見られた形っていうのが、はい、2シャドウの2人が前に、で、センターフォワードの選手が桜井選手を監視する、徳島のピボーテを監視するっていう形を取られました。はい。こうなるとですね、内田選手前から正面からプレッシャーがかかりますので、センターバックに対してです、正面からプレッシャーがかかるので前に持ち運ぶっていうことができなくなります。で、桜井選手に、当てようと思って もう完璧にこうここでマーク疲れてるので難しい、まあ、当てれないっていう風になってきてしまうことがやっぱり多かったです。なおかつ他のところも全部こうマンツーマンで監視されてるんですね。で、サイドに関しては、ウィングバックがこういう風に二重で監視してるっていうところです。うん。なのでボールが持ち運べなかったんですね。なので、ホセ選手、ゴールキーパーまで返して、ロングボールっていうようなことも多かったですよね、この試合。ここから、まあ、こういうボール。
こういうボールでこう走らせるとかですね、そういうのが多かったです。どうしても運び出せないので、徳島のビルドアップの最初の部分、スタートの部分、攻撃のスイッチの部分が前線の3人で止められてしまってたっていうのが、まあうまくいかなかった理由。これを、一応この試合中も改善しようといろいろ試みてました。ちょっとそれも見ていきたいと思います。はい、それでは、横浜 FC さんを実際並べてみて、ビルドアップうまくいかなかった理由と、改善しようとしていた点っていうところをちょっと解説しようと思います。まず先ほど述べたように、こんな形で、はい、前の3人ですね、横浜 FC さんの前の3人、ワントップツーシャドウが、まずシャドウが前に出て、正面からセンターバックを牽制する、監視する。そして、センターフォワードの小川選手が下がって、桜井選手、徳島のピボーテ桜井選手を、監視するような形で守備を行ってました。なので、どういう状態かというと、このような形で、今灰色で示しましたけれども、マンツーマンで疲れてるんですね。これ、今ボールを持ってるホセ選手っていうのは、ボールを持ってるホセ選手は出しどころが正直ないんですよね。ここ当てるっていう選択肢は、サッカーの原理上というか、原則、サッカーの原則ですね、プレーの原則からすると、この状態でここにボールを当てるってことはなかなか選択できないんです。手が普通はしないんですね。というのが、この自陣の深いエリア、ディフェンシブゾーンとも言いますけれども、このエリアでボールを失ってはいけないんですね、自分たちのボールを。なので、マンマークで疲れているところにボールを当てるっていうことは、基本的には選択肢に入りません。なので、ホセ選手が選んだ選択肢というのが、ロングフィード。もうトップに当ててしまうっていう選択肢を、持ちました。これは僕は間違いではないと思ってます。というのがですね、ここ、もう1対1なのであれば、ここで勝ってしまえば、ここで勝って前向いてしまえば、もう決定機なんですね。特に、その、最終ライン、3枚が1枚ずつついてくれていれば、1人剥がしたらもう決定機なんですよ。特に、相手の3センターバックが1人ずつ監視してくれるのであれば、ここさえ、この力で勝ってしまえば、もう決定機なんですよね。ですので、ホセ選手はそういう選択をしたんだろうなと。自分たちの陣地でまずボールを失わない、失う可能性があるパスを出さずに、最悪失っても守備ができるところにボールを供給したっていう形ですね。なので、こんな風に守られてたので、ロングフィードが多くなって、なかなか、ビルドアップの開始時点、先ほども言いましたけど、ビルドアップの開始時点はここなので、徳島のここがもう捕まえられている状態だったので、こういう形の、攻撃がどうしても多くなってしまったっていう感じでした。で、これをどう改善しようとしたのかというと、桜井選手がちょっと中央から外れるんですよ。外れて、ここの間、相手の、前に出てるシャドウとボランチの間で受けようというか、動くんですね。動くとどうなったかというと、桜井選手についていた小川選手が少しやっぱ寄ってくれました。監視する、ここを監視する役目なので少し寄ってくれました。すると、その青のスペースが空くっていう状態になりました。なので、ここに対して、インテリオールが降りて受けて、で、こういう風に桜井選手前向いてボールを受けたかったっていうのが、試合後コメントでもありましたね。試合後コメントはだいたいこういうことを言っ
出ました。もう一度ちょっと見てみると、はい、桜井選手が少しずれて、相手を引きつけて、空いたスペースにインテリオールが降りて受けて、それを前向きで桜井選手にリターンを受けたかったっていうことをしたかったようです。うん、で、これ実は、ダゾーン見返したらちょっと映ってなかったんですけれども、ですね、22分30秒あたりに相手のこのウイングの山下選手がちょっと痛めまして、足を。で、試合がちょっと中断してたんですね。で、再開は徳島の藤田誠也選手のスローインからの場面なんですけれども、その相手が痛んでる時に桜井選手は、ベンチ前に呼ばれてました。で、指示を受けてましたね。はい、でその指示、僕がちょっとゴール裏にいましたので、もちろん指示の声っていうのは聞こえなかったんですけれども、まあ、なんかやってるなーっていうふうに見てたら、まあ、身振り手振りを見ると、ずれろと、まあ、手の感じを見ると、ずれて相手を引きつけてスペースを空けろっていうような指示を受けてました。なんで、その後のシーンから、桜井選手はこういうふうに横に移動して、スペースを空けて、インテリオールを下ろしてっていうようなことを試みてました。ちょっと、なかなか意図が伝わってなかったのか、全体の連動がうまくいってなかったかなとは思ったんですけれども、まあ、この22分30秒のシーンを境に、桜井選手はちょっと横に、中央ではなくて少し横にずれるっていうことを繰り返しやってました。で、ダゾーンで確認できるのが、31分25秒のところですね。まあ、同じように、桜井選手はこういう風に、動いてスペースを空けた時にダゾーンのマイクでも拾ってましたね。ここって言って指さしてるんですよ。指さしたのがまさに、このスペースを指さしてましたね。で、その後からこれはあんまりいいのか悪いのかわからないんですけれども、その後から白井選手はもう降りて最初から降りちゃうような形になっちゃって、でダブルボランチのような形をここでダブルボランチの形になってしまうことがありました。でも相手はそれに対応してきて、結局ここついてこられてあんまり状況は打開はできなかったですね。うん、これが大体前半、こういうことをして続けてました。でちょっと戻してですね、次に前半の41分に、失点をしてしまいました。ちょっと失点シーン今回もう説明はしないんですけれども、まあ、大きな展開から徳島の右サイドですね、徳島の右サイドで、ボールを持たれて、徳島左サイドまでボール飛ばされて、で、クロスに対して相手はもう3枚飛び込んでましたので、なかなか対応が難しかったのかなと、まあ、細かく言うと、最初に内田選手が小川選手を外したところから、まあ、失点になってしまったのかなってところなんですけれども、そういうシーンがあって、まあ、41分に失点してしまってからの徳島の立ち位置になります。インタビューとかでは後半から3センターバックに変えましたっていうふうに言ってたんですけれども、見返すとその失点後にも変えてましたね。失点後にこういう形になりました。新井選手が降りて後方で3センターバックを作ってボールを、ここで後方を3センターバック作って相手の出方を伺うような形ですね。で、こうした時に相手、横浜FCさんどうなったかっていうと、小川選手も出てきてくれましたね。出て3対3、ここでやっぱり数的同数とか、したかったんですね。で、桜井選手開くのかなと思ったんですけれども、これだと桜井選手今ぽっかり開いてるんですけど、ここ開くかなと思ったんですけれども、こういう風にずれられましたね。相手のボランチが桜井選手を監視して、インテリオに対して、ウィングバックが監視するっていうような形で、埋められてしまったんですね。ただ、はい、さらに徳島後半になると、坪井選手を中央に入れて、藤田選手を少し上げました。で、相手ついてきてくれるので、ここで。はい、今、青で示した、部分っていうのが開く傾向になりましたね。なので、ボールが例えばこういうふうに入ったら降りて受けるとか
いうふうにしてちょっと、打開しようかな、打開していけるようになりました。もしくは相手が、こっち気にしてくれたらボール運べますよとかですね、っていうような形で、まあ3センターバックにしてちょっとボールが、回りやすくはなりました。うん、っていうことで、なかなかこの徳島が、前半は特にボールを効果的に保持できなくて、まあ、なんとか粘ってたんですけど失点してしまった。で、後半さらに3センターバックっていう形を徹底して、ボールを受けやすくなってボールを保持することはまあ前半よりできるようになったんですけれども、なかなか得点が取れず、そんなこんなしてるうちに後半20分ですね、コーナーキックからのセットプレーで失点をしてしまうと。で、まあそこから選手交代とかもありながら、うん、なんとか90分プラス3分で、あの一味選手のゴールで1点を返して、横浜 FC が2点、徳島が1点ということで、2対1で敗れてしまうっていう感じでした。ちょっとすいません、今回盤面あんまり、用意できてなくてですね、このフォーメーションの噛み合わせと徳島がどういう風に打開しようとしたかっていうところだけを絞ってちょっと解説をさせていただきました。まあ、かなり悔しかったですね。僕はあの現地にいましたので、ちょっとその現地にいたことも含めて、まあ、試合の雑感をまたダラダラと喋っていこうと思います。はい、盤面使って簡単にですけれども、まあ、立ち位置と、まあ、徳島ボルティスが苦手としている3バックで前からのプレスをかけられるとどうしてもうまくいかないなっていうところを、まあ、簡単にですけれども説明させていただきました。いかがだったでしょうか。はい、そうですね、やっぱ3バックで前からこうセンターバックに対して正面からプレスをかけられるとどうしてもボール運べなくなってしまいますので、まあ、難しい試合だったなっていう印象ですね。で、盤面解説でも話しましたけれども、まあ、ああいうふうにマンツーマンで疲れてしまうと、まあ、ホセ選手が、ロングボールを、まあ、ロングフィードして当てるっていう選択肢は僕は間違いではないと思います。変にあのマンツーマンについてるのに、後ろでのビルドアップにこだわってしまうと、もう即失点になるので、まあ、あの判断は、まあ、通常の判断だろうなと思います。なのでもっとそのマークを外す動きだったりとかいうのをそのフィールドプレイヤーの方々がもう少しできれば良かったのかなと思います。まあ、出しどころやっぱホセも探してましたけど、前線でその藤尾選手はやっぱりどうしてもすごくいい動き出しをするんですよね。裏に抜けようとかホセが持ってる時もですね、なのでやっぱあそこが目につくんだろうなというふうに思いました。あとはその両ウィングに対してもフィード結構蹴ってましたよね。あそこも1対1なので、相手のセンターバックが1枚ついてきてくれてるので、前から相手をはめようとしてたので、まあ、あそこさえ抜けてしまえばもう1点、まあ、決定機作れるので、まあ、あの選択で、ああいうふうに守られた時はああいう選択もありだろうなとは思いました。で、まあ、今回ちょっと中2日でなかなか盤面も作れずにですね、こんな形になってしまったんですけれども、まあ失点はですね、まあ、それぞれ、簡単に印象を伝えると、まあ、前半41分の失点は、まあ、大きな展開を作られて中にもう相手は3枚入ってきてて、センターバックも戻りながらっていうわけではなかったんですけれども、ちょっとマークにつききれなかったですね。内田選手が、小川選手を外したところがもう勝負あったかなっていう感じでしたね。さすがのホセもあの距離だとなかなか難しいですね。もうゴールエリアでしたからね、5メートルないぐらい、まあ、ゴールエリア 5.5 メートルなんですけど、まあ、6メーターぐらいのところからボールを蹴られると、なかなか反応っていうのはなかなか難しいのかな。まあ、しっかり反応はしてましたけどね。で、あとは後半の20分ですかね、セットプレーコーナーキックから失点と。あそこも、まあ、改善点はもちろんあるんですけど、やっぱマーク外しちゃいましたよね。まあ、解説の方とかはね、
藤尾選手がストーン入っててボール当てれなかったからっていうふうにおっしゃってましたけど、まあ、もちろんそれも大きな要因なんですけれども、その後に、相手フリーだったっていうところも、まあ、問題かなとは思います、まあ、今後の改善点ですね、はい、まあまあこんな風に、まあ、ビルドアップうまくいかなかったりとか悪いとこばっかり言っても仕方ないんですけど、まあ、ビルドアップも、盤面で解説したようにいろいろ試行錯誤しながら、改善はしていこうとしてました。実際後半はボール持てましたもんね。ボール持って相手コートを押し込む時間帯も多く作れてましたので、そのあたりは、プラスかなとは思います。ちょっとそういう段階で、後半20分で失点してしまったのがちょっとやっぱ痛かったかなとは思うんですけど、ほとんど相手陣地でプレーできてたように思いますので、であとはまあその試合後コメントとかでもありましたけれども、芝ですね、インターセプトされる回数っていうのは非常にやっぱり多くてですね、普段の試合より、止まって受けてるっていう風に指摘されてましたけれども、まあ本来のいつもやってるパススピードだったらあれで相手かわして多分前向けてるんですよね。ただどうしてもその乾いた芝でボールスピードパススピードも上がらずに、いつも通りのプレーをしてしまったなっていう感じですね。まあアウェーなんで相手は、徳島有利な状況にはしてくれないですよね。まあそのあたりはまだまだ若いチームなのかなっていう感じです。しっかりやっぱり芝生に合わせてボールスピード、まあ、パスのスピードを変える、パスを蹴る強さを変える、もしくはボールが緩くなるの分かってるんだったら前に出て、ボールを受けるっていうこともしないといけなかったんだろうなと思いました。ただただその悪いことを述べていっても仕方ないんで、まあ、本当に現地で見てて一番良かったというか勇気づけられたのはやっぱ最後まで、ゴールに迫ってくれたっていうところですね。まあ、一味選手も、今回復帰してプレー時間30分程度しっかりプレーできましたので、まあ一味選手入ってきて劇的に変わりましたね。まあボールをしっかり収められる、そして相手に体を預けてターンができる、で最後フィニッシュまでしっかりできるというところで、やっぱ力の、まあ、この能力の高さっていうのを現場で見れたっていうのはすごく良かったです。はい。あと盤面解説でも言いましたけれども、まあ、ダゾーンで映ってない部分もいろいろ見れてですね、その22分30秒とかの相手が傷んでる隙にタツがベンチに呼ばれてベンチ前でしっかり指示を受けてそれを実行しようとしたっていうところも、見れたので、そこはすごく現地行ってよかったなっていうところでもあります。まあ、あとそうですね、もう僕はニヤニヤしてましたね。マスクで隠れてて分かんないとは思うんですけれども、アップの時からニヤニヤしてましたね。シュントのプレー見ながら。本当にサッカー好きなんだろうなっていうか、ボールの扱い方がうまいですし、まあ、遊び心があるボールの持ち方をしますよね。武者との連携とか、何度も何度も見せてましたけど、まあ、時にはボールをクリックしてみたり、スルーしてみたり、ボールを運んでみたりとかですね、いろんなことしながら前線の崩しっていうのを、シュントがいることでできてたなっていう部分があったので、あそこはもう僕ニヤニヤしながらずっと試合見てましたね。まあ、なかなかそれがですね、得点に結びつかなかったんですけれども、まあ、最後の最後に、90分プラス2分ですかね、3分かな。そこで、一味選手が、それもシュントからでしたね、シュントのパスから一味選手が、しっかりと相手と駆け引きをして、右足を振り抜いてゴールというところで、まあ、ちょっと僕現地で見ててアディショナルタイム4分っていうのは分かってたんですけれども、ストップウォッチを持っていってたんですけれども、押すのを忘れてしまって、まだ時間あるからまだあるやろ、だからもう1点ぐらい、もう1点返せるぞっていうような感じでした。多分ゴール裏で見てた人たちもみんなそんな感じだったんじゃないかなと、まあ、1点返してもう1点いけるぞっていうような会場の雰囲気でもあったので、まあ、最後まで、ゴールに迫ってくれたっていうところは、そこを見れたのは一つ良かったかなと思います。
ですね。まあ試合の雑感は、ざっくりですけど、いいところもあったし、ただ改善しないといけない点もたくさん見えたなっていうのが、まあ、ざっくりとした感じです。もっと細かく言えよって思われるかもしれない。すみません。ちょっとなかなか試合見る時間もなくてですね、中2日だとこんな感じになってしまいます。申し訳ないです。で、ちょっと僕今回、関東アウェーっていうのは初めて、だったんですね。で、ゴール裏に、ゴール裏で観戦するっていうのも初めてだったんです。で、まずはその、まあ、なんでこの関東アウェーに僕は行ったかっていうとですね、一つは、日発三沢球技場に行ってみたかったっていうのが一つあります。結構こじんまりとしたスタジアムで、でもサッカー専用球技場、まあ、競技場で、まあ、どんな感じなんだろうなというところでちょっと見に行きたいなっていうのもあって今回関東アウェーにちょっと足を運びました。まあ、ピッチの芝の状態とかまあ置いといてですね、作りとしてはすごく、コンパクト で見やすかったですね。ゴール裏のちょっと僕後ろの方にいたんですけれども非常に見やすくて、全体像も見えましたし、あ、サッカー観戦するにはすごくいいスタジアムだなというふうに思いました。ちょっとですね、ただGoogle 先生がですね、歩いて僕ちょっと横浜駅から行ったんですけれども、Google 先生、Google マップにいざなわれるまま歩いたんですけれども、なぜか裏口から入ってしまうというようなことがあってですね、あれ、ここでいいのかなっていう感じになってしまって、まあ、最終的にちょっと正面までもう一度歩き直して正面から入り直したんですけど、なんかその横浜、そのスタジアムはすごくいいんですけど、なんでしょう、スタグルってどこにあるんって思いながら、すごくお腹を減らし、まあ、お腹ペコペコで歩いてたなっていうのがありました。ちょっと正面から入ってもスタグルってあれどこだろうみたいな、まあそのポカリスエットスタジアム行くと結構正面から入ったらすぐそのスタグルがあって正面ゲートがあってみたいな感じで分かりやすかったんですけど、ちょっとスタグルどこあんのかなっていう感じでしたね。まあそのスタジアム入ってからのコンコースっていうんですかね、裏側にはすごくスタジアムグルメも充実してて、僕もステーキ丼ですかね、を食べたんですけれども、まあ美味しかったですね。で、すごく人も賑わってて、まあいい雰囲気だなっていう感じにはなりました。で、そうですね、まあ今回ちょっと初めてゴール裏に、座ったんですけれども、ちょっとその時に、以前からちょっと気になってたサポーターの方に声をかけさせていただいて、出会い中とかじゃないですよ、出会うためとかそうなんじゃないんですけれども、すごく長く、徳島ヴォルティスを、まあ、応援されてる方っていう風に聞いてたので、ちょっと話してみたいなと思って僕の方からちょっとご挨拶させていただいたんですけれども、すごくそういうのもいい機会でしたね。まあちょっとバタバタしてしまってあんまり会話っていうのはなかったのかなとは思って、もう少しゆっくりお話できればなと思ったんですけれども、まあそういうふうに、サポーターの方とお話できたっていうのは僕すごくいい経験になりました。ありがとうございます。はい。まあね、本当はそのね、勝って帰りたかったっすね。なかなかね、今まで僕観戦したのがそうっすね、昨シーズンのポカスタの川崎戦でしょ、で昨シーズンの、最終節広島戦でしょ、で今シーズンの開幕の金沢戦でしょ、で今回の、まあ、横浜 FC 戦だったんですけれども、どれも勝ってないですよね。なんでなんとは思うんですけれども、ね。まあ懲りずに、観戦も行ける時には行って心がけたいかなと、行けるように心がけていこうとは思います。まあ、ぜひぜひ、スタジアムでヴォルティスが勝った姿を試合を見たいので、まあ、懲りずに、行ける時には観戦も現地の観戦をしていきたいと思います。はい、ぜひぜひもう勝ってね、スタジアムでみんなでねやったぞって言いたい、いや、まあ、言っちゃダメなのかもしれないですけれども、声出しちゃいけないのかもしれないですけども、まあ、みんなで盛り上がりたいですよね。
ね、勝って。うん。ですね。うん、で、まあちょっと、まあそのゴール裏で見てて、まあすごく印象に残ったのが、まあ、タツですよね。もう試合中もすごく声出してましたし、まあいろいろ試行錯誤しながらやってる姿も見えました。で、最後にそのゴール裏に挨拶に来てくれた時ですね、のタツのあの、悔しそうな表情ですよね。もうあれを見て、ああ、うん、必死にやってんだ。まあ当たり前なんですけど、あ、必死にすごいやってくれてると。うん、すごい悔しそうな顔してたんですよね。うん、なんて言ったら今にも泣き出しそうなっていうぐらい、うん、あの後ベンチっていうか、まあ、ロッカー帰ってから立つのは泣いたんじゃないかと、悔しくてっていうような顔をしてましたね。もうあの顔を見れたので、まあ帰りは、まあ、とぼとぼ歩きましたけれども、まあ敗戦でも、まあ、耐えられるっていうところがありましたね。本当にプレー面でも、タツの成長っていうのはすごく、まあ、見守ってて楽しいですし、うん、そして気持ちが溢れてるっていうところも、まあ、現地で見てすごく感じましたので、まあ、今後も、まあ、タツの成長に、期待してます。そしてまあ、できれば、長く長く、徳島での成長を見守りたいなと、まあ、今シーズン通してですね、まあ、途中で、ね、育成型なんでいつどうなるかわからないんですけれども、うん、可能であれば、うん、今シーズン通してまずは見たいなと。でもっともっと可能であれば、ぜひぜひ徳島の子供にですね、子供って言ったらですか、徳島の選手に、なっていただきたいなと。まあ一味選手ももちろんですね、そういう風にまた怪我から復帰してきて、うん、まず復帰戦でゴールを決めれたっていうところですので、今後の、うん、チームのですね、核になってもらわないといけない。去年もう完全移籍で来てくれてますので、シーズン途中で、うん、一味選手も復帰しました。もっともっと一味選手の活躍も一緒に見ていきたいなというふうに思います。はい、なんかまたダラダラと長々と喋ってますので、この辺りで終わりたいと思うんですけれども、まあちょっとこの動画が上がってるのがルヴァンの名古屋戦の前なのか後なのかっていうのはわからないんですけれども、ルヴァンの名古屋戦ですね、水曜日ホームであります。まあなるべく多くの方に現地に行ってほしいなと。ちょっとまあいろいろ皆さんね、お仕事とかあるとは思うんですけれども、うん、スタジアム面白いです。行ってみたらめちゃくちゃ面白いと思います。うん、で選手たちはもう頑張ってます。もう僕はそれを横浜戦で見て思いました。まあ頑張っても結果ついてこなかったら意味ねえよっていう意見ももちろんわかるんですけれども、まあ頑張ってなかったら応援しないですね、結果ついててもっていうふうに僕は思うので、頑張ってる選手たちをスタジアムでぜひぜひ後押ししていただきたいなというふうに思います。まあ名古屋戦、ひょっとしたらエウシーニョ選手ですね、エウソンもひょっとしたら出るかもしれませんし、そして、僕の大好きなシリュウですね。シリュウも、ぼちぼち来るんじゃねえかと、いうふうに思ってますので、ぜひぜひ、名古屋戦。まあ、僕はちょっと現地行けないので、また、ダゾーンじゃなくて、スカパーですかね。スカパーの方で、観戦したいと思います。はい。では、また、名古屋戦後にお会いできれば光栄です。さようなら。